はいどうもスカイチ、ストックな怠け者、てっけ、てっけーです。 はい、そして明日はメンテビになるので、今日最終日のガチだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきますか。で、昨日一本動画上げさせていただいた、戦役の時間遅延の問題ですね。詳しくは昨日のこちらの動画見ていただきたいんですが、196ステージ以降敵が MP 回復をすることで、戦役の時間がかなり窮屈になってしまっているっていう問題。まあどうやら196ステージ以降敵に知力値がつき、え、知力値がつくと、はい、この基礎ステータスの MP 回復、これが動くようになっちゃうので、はい、そのせいで196ステージ以降には MP 回復っていう処理が始ま なんでおそらくこれは運営さんが意図して MP 回復を入れて遅延を図ったというよりは視力を入れるっていう目的があってそれに付随して運営さんも意図せず入ってしまった動きなのかなというとこですねまあなんでそういう意味だと割と筋の取った戦役調整に付随した時間の遅延なのででもここのシステムの部分いじるのも結構難しいかなと思うので改善はかなり難しいかなというとこですが可能であればここの MP 回復だとかとあとコメントでありましたがバリア201ステージ以降はあるんでそのバリアの修復にももしかしたら 時間が取られるんじゃないかとまあいうとこなんかも含めてここら辺の時間ロスの改善があると今後放置所上さらに楽しみやすいコンテンツになるかなと思いますので、はい、ご検討いただけると嬉しいですねはい昨日はお騒がせいたしましたまあ、ただやっぱり文王ちゃん使いの人からしたら MR アバになって回しづらくなるっていうのはあまりにかわいそうなんで、まあ、できればやっぱり時間ロスの調整ですね何かの形で考えてもらえると嬉しいですねこのままいくと多分文王ちゃん戦役敵6名になっても対応型のスキルになってますが敵6名倒せたとしても時間オーバーになるという未来がちょっと見えてるんで、まあ、そうなると 敵六名体制の戦役においては白多九ちゃんじゃなくてまあ小王与騎士といった。 まあ、そういう意味だと、CMR の新バッファーだけの選択肢じゃなくて、まあ、旧バッファーの選択肢も出てくるっていう意味で、ある意味キャラゲーとしての選択肢の幅の広がりを見せてるのかもしれませんが、まあ、何にせよ、運営さんには昨日の動画を一度見ていただいて、おそらく MP 回復の挙動を挟んで時間遅延してしまってることを無意識で入れちゃってると思うので、まあ、確認した上でどうするかご判断いただきたいですね。さあ、突然、最終日のガチャ見ていきますか。さ まずは MR アバターリクソンちゃんガチャ本日ガチャ最終日となりますが、まあ、リクソンに関しては出た当初この復活後の影光の規模が、まあ、最大のキャラクターだったんですが、まあ、今となってはこの前の Q ちゃんに最大規模の影光サイズで負けてしまって、まあ、しかも Q ちゃんは剥がれない影光と影光規模王者の記録を抜かれてしまったとで、まあ、リクソンに関しては個性としてはこの商用によってダメージカットをしながら特に燃焼ややけどのターン数が2ターン以上に増えないと、はいう効果によって、まあ、燃焼を食らったとしても3ターン以上にならないんで生後バフが剥がされないという、まあ、帰国し対策だった 利子対策なんかがもともとできるキャラクターだったんですが、まあ、ちょっと今時代がもう帰国子や利子じゃなくなってるのでそこの効果もちょっうまみがなくなってしまったと、まあ、あとは隣の味方に対して許可をつけてやけど体勢120%アップできるんで、まあ、この前の超霊ちゃんなんかのやけどを未然に防止することができるとやけど未然に防止するとやけどと毒の重ねがけによる効果なんかも未然に防止できるんで,でそうなると、まあ、次出てくる常闇キャラクターのこの罪悪毒がやけどと結びついて凶悪になることをもしかしたら未然に に防げるまあでも総合的に見てうまみとしてはちょっと弱めですよね。まあとは仲間連携スキル、まあ、リクソンちゃんの商用の効果を味方につけることができる仲間連携スキルがあるっていう感じなんで、まあ、これが欲しい人はっていうところではありますが、まあ、基本的にはセイマールキャラクターの性能としては見送り対象になっちゃうのかなという感じですか。で、まあとリクソンといえば SSR で防御力オーラというパッシブスキルがあり、シオちゃんの防御力をアップさせることができ、はい、UR のリクソンちゃんになると、この防御力オーラレベかけ300、シオちゃんの防御力アップ させることができるんで、まあ、戦役なんかで翔ちゃんが敵の攻撃ワンパン耐えたいような場合には、翔ちゃんの防御力かなり上げられるんで、まあ、ur のリクソンちゃんまで登用しに行くっていうのはありかもしれませんね。まあ、仮想の集いでもリクソンちゃん顔出してくれるんで、まあ、仮想の集いと合わせて、今回絆のちょびだめ ur のところまではやっておくっていうのも人によってはありかなと思いますね。はい、最終日なのでガチャ回す人は回しておきましょう。さあ、そして今回から新たに実装された綺麗。多彩ガチャまあ、mr。アバターの副将ちゃんのワゴンセール。まあ、今回この5体がラインナップとして並んで、ちょっと次回副将っていう枠がないので。 まもしかしたら今回だけの10人ガチャとは違って不定期開催のような気もしますが、はい、今回のラインナップこの5名ですね、はい、一応まあ定期開催になってくれることを想定して10人ガチャと同じように周期表みたいなものを作る準備はしてますがおそらくまあ不定期かなと思うので、はい、あまりそこは期待してませんねで、まあ、今回の5名ですね絆ちょびだめするべきおすすめ副将ちゃんいるかどうかですがえこちらの表の見方がえまず名前が赤字太字または太字のキャラクターに関してはスキルが優秀なキャラクターで今回は才川51ですね、まあ、このキャラクターが仲間連携スキルで で、味方の出陣時の生後バフや白バフなんかの単数をプラス3ターンした状態で場に出すことができるっていうかなり買いのきかないこのキャラクター独自の仲間連携スキルがありそれがとても優秀なんで赤字太字にしてます。で、レンパちゃんも MR アバマで登用すれば罪悪キとおをスキル2で使えてまあ次回反響なんかでボス突破に貢献できるスキルなのでまあ赤字とまではいきませんが黒字太字まあ次回反響好きな人はレンパちゃん投用しておくのもありかもしれませんね。明日から次回反響始まりますからねもしかしたら持ってるか持ってないかで差が出てくるかもしれませんね。はい。で、あとは この名前の後ろに色がついていると思いますが、はい、これ黄色が奥義的に優秀な副将ちゃんで、その次がピンク、その次が水色、色なしは奥義が、まあ、難しすぎるか、全くないかっていう感じですね。で、今回奥義的に優秀なのはグキネさん、はい。グキネさんに関しては、姉さんさえ取ってしまえば、あと UR と SSR だけで物理と宝術防具貫通がプラス80上がる奥義だとか、えー、同じく UR と SSR だけで HP9%、攻撃力6%も上がる奥義なんかに絡んでいたり、はい、あと、まあ、UR アバター1000のダッキー、まあ、蓄力キャラクターでおすすめ度の高いバッファーと組んで、 50上がったりと、はい、UR 戦のキャラクターの中でもかなり奥義が優秀なキャラクターなので、まあ、今回奥義的にナンバーワンと、それをかけて連覇ちゃんですね。はい、このキャラクターも連覇取ってしまえば、あと SSR だけで HP93 パや命中レベルかけ60上がる奥義があったり、まあ、あと、リュービーウビと趙雲と組んだ、まあ、戦役強い2名ですね。まあ、これもリーズナブルな副将ちゃん2体と組んで HP8 パーアップ、まあ、ちょっと損傷を課金しないとゲットできないので、無課金の方は厳しいですが、何かがあると、はい。だとか、あと連覇取ってしまえば UR と SSR だけで防御力がレベルかけ40上がる奥義なんかがあったり、連覇も優秀 で,す、ねはい、であとは彩ゴ孫一 UR と SSR と組んで臨床レベル掛け20と回避レベル掛け20ちょっとだけ上がる奥義があるっていう感じですか、まあ、なんでスキル的な意味合いではサイカーマーゴ孫一が最優先奥義的な意味合いではグキ姉さんかなといったところですかね今回の MR ワゴンセールは毎週来てくれるといいんですけどね、まあ、月1とか3ヶ月に1回とかですかねこれはそして美少女楽園仮想の集いラッキースターガチャの10人ガチャの方も本日ガチャ最終日となっており、はい、今回は絆ちょびだめするおすすめ服書ちゃんいるかどうかですが、はい、まず美少女楽園の方から見ていきますか、はい、今回はこの7枠目ですね 吾樹、吾樹、李信、宮本武蔵、竹中、半兵衛、モーキ石田、三成、清志、浅井長政半蔵という10名がラインナップとして並んでおり、まあ、これ毎週こういうふうにラインナップが切り替わっていって、大体2ヶ月ぐらいすると美少女楽園の場合はまた同じメンツが再実装されるという流れになっているので、まあ、絆をちょっとずつ貯めることが今の時代、二次キャラクターもできて、まあ、そうなった時にどのキャラクターを優先的に絆ちょびだめすべきかというところで、先ほどと同じように、えー、まずスキル的な意味合いだと赤字太字のまあなんといっても激細用的にばらまける戦役優秀なキャラクター。でしかも 敵の状態異常耐性を無視して撃退をつけに行くことができその条件が体力値で勝っていることということでまあ戦役やボスでは敵に体力値の設定がないので無育成でも体力値勝ちした上で撃退ばらまきができるという超優秀なキャラクターになってますねあと奥義的にも白きは、はい、SSR2 体と組んだ回心ダメージがプラス10パー上がる奥義いやこれめちゃくちゃ優秀ですね、はい、それと UR3 体と組んで HP10 パー攻撃10パー上がる奥義ガッタリ UR と SR s と組んで攻撃力5パー防御貫通プラス100とえ、まあ、奥義的にめちゃくちゃ優秀なキャラクターなんでもうントツで歯茎 ですねおすすめはそれを追っかけて連覇、まあ、先ほど言ったスキル2の罪悪級とそれと奥義も先ほど見せた通り2次キャラクターにしてはなかなか優しい奥義に絡んでいるキャラクターであとはリシン・アザイ・ナガマサ・ハりが、まあ、奥義的には少しちょっとしたのに絡んでいるっていうような感じですねさあで仮想の集い見ていきたいと思いますが仮想の集いは今回 はい、こちら10枠目陸村、定幾、朝鮮、香淳、京夷、馬体、帝邦、天衣叙唱、宿劉ですね、その集いに関しては、今回 SSR から UR アバター線のこれらのキャラクターのガチャ回すことができますが、まあ、SSR のこれらのキャラクター、かなりいい奥義に絡んでる副将多いんですが、さすがに SSR の副将を原稿をがっつり使って登用するのはもったいないので、まあ、それは百花美人だとか、万事万能や星の羅針版なんかで SSR は取るとして、まあ、UR 以上です、ね、のレアリティで優秀なスキルや奥義に絡んでるかどうかっていうところで評価していきたいと思いますが、 まずはリクソンちゃん。まあ、先ほど説明した防御力オーラで翔ちゃんの防御力を UR のリクソンちゃん投登用するとかなり上げることができるんで、まあ、その用途で登用したい人はリクソンちゃん。で、あと、義的な意味合いだとほとんど UR と UR アバター戦だと優秀な奥義持ってるキャラクターがおらず、キョイちゃんが唯一、はい、1個だけですが防御貫通プラス100上がる奥義を UR と SSR、R だけで解放できると。あとは一応、序章なんかもいますが、まあ、ちょっと虹絡みで、少しキョイちゃんに比べると難易度が高い扇ですね。まあ、その代わり、放術防御力レベルかけ200も上がるんで、でしかも体力ももらえると。 とことでまあ奥義的にはかなり優秀ということでまあ、優先順位的には京衣ちゃんから行って時間のかかる助手が次っていったような感じですかね。さあそして はい、ラッキースターガチャですね。の方は今回最終日、こちら第2枠目の10名ですね。この2枠目に関しては特にスキルめちゃくちゃおすすめな副賞ちゃんいないので、まあ、単純に奥義的に優秀な副賞ちゃんいるかどうかですが、関羽高村さんあたりが黄色で、それを追っかけで芝賞、武田信玄、出雲の国に夫ととなってますが、はい、まず関羽に関しては UR と SSR 絡みだけで HP8% 上がったり、10%上がったり、攻撃力6%上がったりと、難易度の割に上がり幅がものすごく大きいんですね。はいまあ、その他にもちょっとした体力奥義、合計レベ掛け30分あり、まあ、これなんかもバリ。 環境ではありがたいやつ、はい、でコーソンさんに関しても UR と SSR だけで HP7 パーがる奥義技があったり防御力9パーがる奥義技とコーソンさんも優秀ですねその他にも物理と法術防御貫通が120上がる奥義技効果幅が大きいんですねであとはちょっとしたやつで知力と臨床がレベルかけ30だけ上がる奥技とそれプラス物理防御と法術防御がレベルかけ20が上がる奥技も UR だけという感じで難易度がどれも低いんですね、はいで1段下がってピンク色の副将ちゃんたちですがまずは芝賞芝賞はメインこの2つですね HP7 パーアガー技と物理 法術防御ががプラス100上がる奥義黄色にしてもいいぐらいお手軽な奥義で、まあ、特にこの下の方のやつは SSR2 体と組んだ奥義なんで解放までが早いんでなんなら芝生優先っていうのもありかもしれませんね全然間違った選択じゃないと思いますはいであとはリョフちゃんに関しては UR と SSR だけで攻撃3パーとか2パーとか、まあ、攻撃がちょっとずつ上がる奥義がいくつかありその他にも SSR3 体と組んで攻撃力2パーといった感じで、まあ、お手軽なメンツでちっちゃめの攻撃力アップの奥義がいくつかある副将ですねはいで、でートは武田信玄こちらも UR と SSR だけで、まあ、下の の方の HP9% アップなんかはかなり嬉しいですね。はい、それと出雲の奥にこのキャラクターに関しても UR と SSR だけで物理、砲術防御力レベルかけ80上がったりえ、下の方は命中と回避がレベルかけ60上がる、まあ、回避が上がる奥義なんで、弓章使いの方はかなり嬉しいですね。これ、はい、あとは、超光明ちゃんと組んで、砲術会心ダメージがプラス6%上がる奥義、帽子を主力にしている方なんかは、この砲術会心ダメージ欲しいところですね。まあ、特に、9点原女ちゃん、戦役なんかで狂乱コピーして、筆中で立ち回らせている人は、まあ、狂乱による会心ダメージの威力を底上げできるんで、これも狙 行きたいにたところですねはいという感じになっているので、まあ、今回特に長運とか、まあ、ダッキや上杉謙信といったスキル的に優秀なキャラクターいないので、まあ、気軽な気持ちで欲しい副将ちゃんですね絆ちょびだめしてみてくださいさあそして今回一番重要なのはこちらですね百花美人の新商交換ラインナップ、はい、このメンツが10月31日12時の時点でリセットされて11月のメンツに切り替わるので欲しい副将ちゃんがいて交換する予定だった方は忘れずに交換しておきましょう今月かなりラインナップ優秀なんでどの副将がおすすめかについては今月の頭に1本動画アップしてますので、はい、そちら見て みてくださいはい同様に紅ヒスイも全く同じメンツが11月の副生ちゃんたちに切り替わるのでえこちらからも交換できますが紅、まあ、ヒスイは月末おそらく椿ヒスイがラインナップとして出てくると思うので、まあ、こっちはなるべく椿ヒスイに残しておいた方がいいかなと思いますね紅ヒスイは早、はい、と炭蔵工房もガチャ終わり近づいてますが、まあ、今回すでに4回分無料枠分回せていると思うので段階報酬の炭蔵石2個まだの人はゲットしておきましょう はいで神髄工房に関しても4回回した後明日0時になった瞬間もう1回無料枠分回すことで段階補修の神髄成果2個完全に無料でゲットできますので。 こちら明ゼロ時から朝10時までの間に必ず1回ログインして親髄成果2個もらっておきましょう、はい、あとそのタイミングでこの限定特典のところにある絆の水引き150元宝のやつも買えるようになるのでこちら買っておけば明日メンテ開けた後もう1回買うことができてメンテービア1日2回買うことができるので集めてる方はこれも忘れずに買っておきましょうねであと注意が必要なのは美人系ですね、はい、今回文王ちゃん戦役のために登用された方もいると思うんですが文王ちゃん投用された方は放置戦闘の火力が12%アップしてる状態でこれが明日のメンテ開け でですねかららリセッットされててて12%アップなくなくるののメンテ開けたら必ず戦役の時間狂っっしまはいあとはチョコメちゃんのお土産販売車ですねはいこちら、まあ、完全課金イベントですが今日までとなっていますので、はい、購入予定だった人はこちらも忘れずに購入しておきましょう、まあ、どのアイテムがどのぐらい課金効率がいいかについてはちょっと前に1本動画出しているのでそちらぜひ見てみてください、ね、はいとつていかがだったでしょうか、はい、この後また明日メンテビなので更新情報の動画もアップしていくのでそちらも楽しみにしていてください、はい、最後までご視聴いただきありがとうございましたもしよかったらありがとうございました ボタン押してもらえるととても励みになるのでグッドボタンよろしくお願いいたしますはいそれでは